まあ、でも、昨日のパターンよりも一つでも二つでも変えるっていうのは。なのとね、やっぱりその、なんつうんだろう。ネガティブ側っていうか、怒られたくないとか。なんか、丸々されたくないとか、丸々したくないにゴールってあんまりいないんですよ、進化の。だって、ゴールが進化なんで。怒られてなんぼだし。っていう。いや、むしろ怒られたら成功ぐらいに思っていいと思うんです。失敗したくないとかもいないじゃないですか。いや、失敗していいと思うんですよ。逆にその喜ばせたい。楽しませたい。チャレンジみたいな。そっち側にしかゴールいないので。だって、少なくともアベンジャーズでやってることは、ミスらないでくださいなんていう、一切言ってないし。面白くないんで、ミスらないチャレンジって。すげえ失敗する中、奇跡の一回起こるから楽しい。それ狙ってるわけだよ。逆転満塁ホームランみたいな。それなのになんか、繋いでいくことやろうぜとかあんま思ってない。だからそこが教育のその嫌なところです。だから私は今言ったところも、全然チャレンジさせないし。だからつまんないし。人材を腐らせてるだけなんですよ。きり言って。なるほど。いや、そんなんだったら別にそこら辺のオバハンでいいじゃんって話。教育っていそう。うことで、私も別にエルダーさんにそこら辺のオバハンと同じ仕事してくださいとは思ってない。つまらないことをやっとくんですよ。で、その私に投げたものに対して、なんか怒られないような優等生的な回答もこっちは求めちゃいないんです。一発逆転で変わるか変わらないかチャレンジしてほしいです。という。そこに握りしめと握りしめじゃないなるものほど。は関係してきますよね。だから N 川さん、まだ何かを握りしめてるから、その模範的怒られないであろう回答を探しに行っちゃってる。で、そこに私の正解はいないんです。だけど、まあ、そういう感じの態度だったりとか、喋り方でやられたら、少なくとも怒ることだけはしないんですよ。なんか真面目そうには考えてるけど、そこにゴールねえとかね。さすがにこっちもそんなんで、ふざけんなって言えないし。まあそうですね。まあ、ふざけてないし。確かに。いや、むしろふざけてほしいわけですよ。で、ふざけてふざけんなって言いたいわけですよ。ある種。で、ふざけてる中にゴールがどっかにあるんで。模範解答を握りしめちゃったんです。模範解答いらないです。だから、ベンチャーなのに、大企業はこういうやり方でとかアホじゃないですか。いや、だったらおめえ大企業入ると終わりじゃないですか。だからベンチャーってチャレンジ的なんだよ。冒険しに行かないとダメです。アドベンチャーで。そうですね。確かに間違いないです。